マイケル・ジョセフ・ジャクソンは、アメリカ合衆国出身のシンガーソングライター、ダンサー。史上最も成功したエンターテイナーであり、一般的に、キング・オブ・ポップと称されている。20世紀以降のポピュラー音楽に、多大なる影響を与えた人物の一人である。全世界で3億枚から3億五レー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 、前の音楽作品を売り上げており、ビートルズや、 エルビス・プレスリーに次いで史上最も売れた音楽家として名を連ねている。また、これまでに13のグラミー賞を含む750以上の賞を受賞しており、史上最も多くの賞を受賞したアーティストとしてギネス世界記録に認定されている。1984年のマイケル・ジャクソン1958年8月29日、アメリカ合衆国インディアナ州の貧しい。 アフリカ系家庭に生まれ、幼い頃から兄弟たちと共に音楽の才能を発揮。1970年代に兄弟グループ、ジャクソン5の天才リードシンガーとして一世を風靡した。ソロ活動を中心に据えた1980年代、クインシー・ジョーンズをプロデューサーに迎えた三部作、オフ・ザ・ウォール、スリラー、バットで前人未踏の成功を手にし、名実ともに、 ポピュラー音楽界の頂点に立つ。1990年代以降も、デンジャラス・ヒストリーといった大ヒット作を生み出し続けたが、一方で、私生活や容姿に関するゴシップや数々のスキャンダルがメディアに取り沙汰されるようになり、振動による鎮痛剤や睡眠薬への依存に悩んだ。2009年、大々的なカムバックとなるはずだったツアー。 ディスイズイットの実施を発表するも、講演開始1ヶ月前の6月25日、急性プロポフォール中毒により死去した。1958年8月29日、アメリカ合衆国インディアラ州、ゲイリーのアフリカ系アメリカ人外の家庭にむつおとして誕生する。父ジョセフはクレーン操縦士、母キャサリンはデパートのパートタイム従業員として家計を支えていた。 ジョセフは当時彼の実定が始めたバンドファルコンズの一員として音楽活動もしており音楽家として成功する夢を抱いていた。音楽好きな両親の影響でマイケルは他の兄弟と共に音楽と接する機会の多い環境で育った。マイケルの兄、ジャッキー、ティト、ジャーメインはよく父のギターを隠れて演奏していたが、ある日ティトが弦を一本切ってしまう。 張り替える間もなく、ジョセフに見つかってしまい、いつものようにジョセフは暴力を振るおうとするが、人は僕にだって弾けるんだと抵抗を示し必死に演奏してみせたという。これを見て、なかなかのうまさに気づいたジョセフは、自身の音楽経験を生かして、子供たちに音楽を教えることを決意する。こうして三人は、音楽グループとしての活動をはじめ、リーダーであったジャーメインを筆頭に、 地元での人気を獲得していった。詳細は、ジャクソン5を参照1963年、兄弟のグループに加入。キャサリンがジョセフに、この子は歌えるのよと助言したことがきっかけであったという。この頃からグループは、ジャクソン5と名乗るようになった。1967年には、ニューヨークのアポロシアターへの進出を果たす。マイケルはそこで、ジェームス・ブラウンや、 ジャッキー・ウィルソンのパフォーマンスを見て学んだという。1968年1月、スティールタウンレコードからシングルビッグボーイでデビュー。この頃、ライブの前座でボビー・テイラーに出会う。ジャクソン5の素質を見出したボビーは、モータウンレコードと契約させるべくジャクソンファミリーを無理やりデトロイトに連れて行く。それが功を奏し、同年7月にモータウンとの契約に成功する。 1969年10月、シングル、帰ってほしいので、メジャーデビュー。全米チャートで1位を獲得した。可愛らしさあふれるマイケルの歌声や、ベリー・ゴーディ・ジュニア率いるプロデューサー軍による秀逸な楽曲軍に加え、ダイアナ・ロスが発掘したという架空の設定も話題となり、グループは全米で人気を博すようになる。1970年2月、 シングル2作目の ABC がビートルズのレッドイットビーに代わり1位を獲得。その後、続く小さな経験とアイルビーゼアもチャートを制し、デビューから4曲連続で全米チャート1位を獲得するという偉業を成し遂げた。1971年10月、シングルガットトビー e t でソロデビュー。ソロでも堅調なヒットを重ね、 1972年7月発表のシングルベンはソロでは初となる全米チャート1位を獲得した。しかしこの頃から次第にジャクソン5とモータウンの方向性の違いが少しずつ露呈し始める。同じモータウン所属のマービン・エイやスティービー・ワンダーが自身で作詞作曲からプロデュースまで手掛ける中、いつまでもアイドル路線を続けさせられている状況に、 メンバーやジョセフは強い不満を示すようになった。しかしモータウンは一貫して彼らに曲の自作を許可することはなく、その圧力は次第に大きくなっていく。全米2位に輝いた74年のダンシングマシーンの成功を除いては、無理やりなアイドル路線による人気低迷が否めず、彼らは遺跡を決意することとなった。1971年、ジャクソンファイブ時代。 1975年、エピックレコードに移籍。移籍後は、ジャクソン5の名前の使用継続が認められなかったため、グループは、ジャクソンズとして、予想へ新たに再出発することとなった。ジャクソンズは1976年にアルバム、ザ・ジャクソンズ・ファースト・僕はご機嫌をもって、正式にデビューを飾るが、活動初期は、モータウン時代同様自主プロデュースをすることが許されず、 二作目、コインプレイ l ズ青春のハイウェイまでは、ギャンブルハフをプロデューサーに迎えて制作された。マイケルはこのことに、再び強い不満を抱いており、特に二作目については、オーェ j ズの古い曲、ラブトレインみたいで、必ずしも、僕たちのスタイルじゃない、アイデンティティを失いつつあったと当時の幻滅ぶりを明らかにしている。 初めてメンバーがプロデュースに関わったのは3作目のデスティニー今夜はブギーナイトでこのアルバムは R&B チャートで3位を獲得するなど全2作を大きく上回るヒットを記録した。マイケル・トランディの作詞作曲によるカットシングル Shake Your Body も全米チャートで7位まで上昇した。同じく自主プロデュースの4作目 Triumph も 全米チャートトップ10入りを果たすなどヒットを記録し、批評家からも高い評価を受けた。特にマイケル自身のペンによる収録曲 Can You Feel It についてアンディケルマンがこの曲の超自然的でスケールの大きなリズムは単なるシングル曲という小さなスケールに収まらず、むしろ花火の演目のフィナーレ的だと絶賛するなど、ここに来て ようやく作曲家やプロデューサーとしての彼らの力量が認められるようになった。1978年、ミュージカル映画、ウィズでダイアナロスと共演。この映画の制作現場で、その後3枚のアルバムを共に制作しマイケルの音楽人生を変えることになる音楽家、クインシー・ジョーンズと出会う。同年、映画のサウンドトラックからのカットシングル、You Can't Win で、エピックからソロデビュー。 1979年6月、遺跡後初のソロアルバム、オフザウォールを発表。家族やレーベルの反対を押し切ってそのままクインシーをプロデューサーとして迎え制作された本作は、70年代のディスコブームやブラックミュージックの集大成とも言える内容に仕上がり、全米で800万枚を売り上げるなど、大ヒットを記録。批評家からも高い評価を受けた。また、ソロでは、 初の自作曲となる先行シングル、今夜は、Don't Stop をはじめ、Rock With You、Of the Wall、あの娘が消えたの合計4シングルが、全米チャートトップ10に入るという史上初の偉業を成し遂げた。1981年3月、モータウンでの最後のアルバム。アルバムからは、思い出の1日が、シングルカットされ、Of the Wall との相乗効果もあり、全英1位を記録した。 1982年7月、映画 E.T. に Someone in the Dark を提供。ストーリーブックのナレーションにも参加し、2年後にグラミー賞を受賞した。1982年12月、遺跡後から2作目のソロアルバムとなるスリラーを発表。先行シングルとして、ポール・マッカートニーとのデュエット曲、g ー r イズ・ s m i n がカットされた。 再びクインシーがプロデュースを担当した本作は、現在に至るまで少なくとも6,500万枚を売り上げたとされており、ギネス世界記録において史上最も売れたアルバムとして認定されている。また、収録曲9曲のうち7曲がシングルカットされ、そのすべての曲が全米チャートでトップ10入りするという前人未踏の快挙が成し遂げられた。 その価値は批評家にも認められ、2年後の第26回、グラミー賞では、史上最多となる7部門を制覇する。本作の発表では付随する、革新的なミュージックビデオの数々が話題を呼び、それ以降のマイケルの作品には欠かせないものとなった。後に自身最大のヒット曲となった、ビリー・ジーンのミュージックビデオは、黒人音楽家の作品を放映しないという当時の、 人種差別的な MTV の規定を破って放映が解禁され、ミュージックビデオブームの先駆けとなった。エディバンヘイレンを奏者に迎えたシングル、今夜はビートイットのミュージックビデオでは、ロスの本物のマフィアとの共演が実現し、集団でダンスを披露した。そして何より世界に衝撃を与えたスリラーのミュージックビデオは14分にも及ぶ長さの ホラー映画風のショートフィルムとして制作され、その後現在に至るまでミュージックビデオの最高傑作として名を残している。1983年5月、兄弟たちとモータウン25周年記念コンサートに出演。ジャクソンズのステージの後、ソロでビリー・ジーンを歌い、後にマイケルの代名詞となるムーンウォークを初披露した。同年10月、シングル、 生成性をエーパール・オフォンから発売。ポール・マッカトニーとのデュエットが再び実現した。この曲は全米チャートで1位を獲得し、マイケルのキャリアではビリー・ジーンに次ぐ2番目の大ヒットとなった。この曲のミュージックビデオは後にマイケルが邸宅として購入することとなるサンタバーバラの警告で撮影され、姉のラトーヤも出演した。1984年1月、 ペプシの CM 撮影において、事故で頭部に火傷を負う。和解菌によってペプシとの関係悪化は避けられたものの、頭部の皮膚の深くにまで至る傷を残した。この事故は、後に、マイケルが、整形手術の繰り返しや、鎮痛剤中毒に陥ってしまうきっかけとなり、その後の人生を大きく狂わせた。なお、事故で受け取った、和解菌はマイケルがすべて病院に寄付した。 同年7月、5枚目となるジャックソンズのアルバム、ビクトリーを発表。スリラーのヒットも影響して本作は成功を収め、全米チャートでは最高4位を記録した。アルバムの発売に際して、最後のコンサートツアー、ビクトリーツアーも行われた。同年末、ツアー終了を機にマイケルは、ジャックソンズを脱退した。1985年、 アフリカ期が救歳のための事前企画 USA for Africa に参加。マイケル・トライオネル・リッチーのペンによる楽曲 We Are the World はクイーンシーの指揮のもとハリウッドを代表するスター45人が集まって録音され最終的に全米で750万枚を売り上げた。1986年9月主演を務めたディズニーランドの 3D アトラクションキャプテン・イエオが公開。 劇中では、We Are Here to Change the World と、Another Part of Me がオリジナル曲として披露された。1987年8月、クイーンシートの最後の作品となる、第3作、バットを発表。シンセサイザーの多様が生んだより先鋭的なサウンドに、加え、マニ n ザミラーに代表される、世界平和や世相批判などをテーマにした楽曲が、本作の大きな特徴となった。また、 兄弟曲の発売に際しては、私服警官に強盗と間違えられて射殺されてしまった、青年の実話をもとにしたマーティンスコセッシュ監督による18分の大作ショートフィルムが付けられ、前回のスリラーに続いてミュージックビデオにおける革新性を再び示した。最終的に本作の売り上げは多く見積もって3000万枚に達したとされており、売り上げでは前作、 スリラーは超えなかったものの、先行シングル、キャント、ストップラビングユーから5曲連続で全米チャート1位を獲得するという初めての快挙を成し遂げた。同年9月、ソロ初のワールドツアー、バッドワールドツアーを開始し、初演の地には日本が選ばれた。横浜公演が日本テレビで放映され、日本ではマイケル旋風と呼ばれる大きなマイケルブームが巻き起こった。 最終的に同ツアーは1989年初頭まで続けられ、4つのギネス記録を打ち立てることになる。1988年1月、自伝、ムーンウォークを発表。生涯で唯一の自伝の日本語版は、田中康夫の翻訳で、同年11月に CBS ソニー出版から発売される。2009年に川出書防新社から再刊。 同年5月、推定3800万ドルで購入した、豪邸、ネバーランドランチに引っ越す。同年10月、マイケルが主演及び原案制作葬式を務めた映画、ムーンウォーカーが公開。劇中では、スムーズ・クリミナルや、リーブ・ミー・アローンなどの楽曲が披露された。1989年、ブリー・アワーズにおいて、ポップ・ロック・ソウルの3部門を制する。 この時エリザベス・テイラーがマイケルをポップロックソウルの真の王者と称したことがきっかけでマイケルは現在に至るまでキング・オブ・ポップと呼ばれるようになる。1990年アーケードゲームマイケル・ジャクソンズ・ムーン・ウォーカーが発表される。1991年11月4年ぶりとなる新作アルバムデンジャラスを発表。 三作品を続けて手掛けてきたクインシーに代わって、ニュージャックスウィングの先駆者であるテディライリーをプロデューサーに迎えた本作では、これまで以上にソリッドなサウンドを目指して、新境地に挑戦した。本作の売り上げは、前作、バットを上回り、前作同様多くのシングルヒットが生まれた。特に先行シングル、ブラック・オア・ホワイトは、人種の壁を乗り越えようというその歌詞が、多くの人に受け入れられ、 20カ国のチャートで1位を獲得した。マコーレカルキンと共演したショートフィルムも話題となり、劇中の演出では、モーフィングと呼ばれる映像技術が使用された。1992年6月、2度目のワールドツアー、デンジャラスワールドツアーを開始。収益金はすべてヒールザワールド基金に寄付された。同年7月、シングル、ジャムの ショートフィルムにて NBA の選手でマイケル同様 MJ のイニシャルを持つマイケル・ジョーダンと共演。1993年1月スーパーボールハーフタイムショーに出演。当時低迷していたスーパーボールの視聴率がマイケルの出演によって大きく改善したため以降は有名音楽家のハーフタイムショー出演が恒例となった。同年2月オプラウィンフリーショーに出演。 インタビューでは、様々な疑惑に応え、尋常性白犯に罹患していることを初めて明かした。1993年8月、ジョーダン・チャンドラーに性的虐待の訴訟を起こされる。これにより11月、開催中であった、デンジャラス・ワールドツアーの中止を余儀なくされた。裁判では、ジョーダンの父番による恐喝があったことが明らかとなり、また、 ジョーダンの証言にも多数の矛盾が発覚する。ところが、裁判が推定7年近くかかることや、マイケルが精神的に危険な状態にあったことなどにより、音楽活動への多大な影響を懸念して、マイケル側は和解金を支払うことを選択した。ここで和解を結んでしまったことで世間からは、偏見の目を向けられることとなり、この問題は、後のマイケル・ジャクソン裁判まで尾を引いてしまった。 詳細は、マイケル・ジャクソンの1993年の性的虐待疑惑を参照1994年5月、エルビス・プレスリーの娘であるリサマリー・プレスリーと結婚。1995年6月、2枚組アルバム、ヒストリー・パスト・プレゼントフューチャー、ブック1を発表。1枚目が、ヒストリー・ビギンズと名打たれたウェスト版、2枚目が、 ヒストリー・コンティニューズと呼ばれる未発表曲集という特異な構造を持つ本作では全米にはびこる社会問題の数々やまた93年の訴訟以降より強まることとなった世間からのバッシングに対するマイケルの怒りや悲壮がこれまでにないほど直接的に表現された先行シングルとしては妹ジャネットとのデュエットスクリームがカットされそのショートフィルムは 史上最も費用の使われたミュージックビデオとしてギネス世界記録に認定された。同年8月にシングルカットされた You are not alone は全米チャートで初登場1位を記録するという前人未到の快挙を成し遂げ、こちらもやはりギネス世界記録に認定された。環境問題を扱った10月発表のシングル Earth Song はアメリカでは 受け入れられなかったにもかかわらず、イギリスでは自身最大のヒット曲となった。1996年1月、リサと離婚。同年9月、3度目のワールドツアー、ヒストリーワールドツアーを開始。10月、主演、制作葬式、脚本を務めた短編映画、マイケル・ジャクソン、ゴーストを公開。劇中では、兄弟曲や、 イズイットスケアリーなどの新曲が披露された。映画はカンヌ国際映画祭にて上映された。11月、デビーローと結婚。1997年5月、ジャクソン5としてロックの殿堂入りを果たす。同月、リミックス版、ブラッドオンザダンスフロアヒストリーインザミックスを発表。前作、ヒストリー収録曲のリミックス集に、 新たな未発表曲が5曲加えられた形で発売された。ほとんどプロモーションは行われなかったにもかかわらず、リミックス版としては史上最高となる600万枚の売り上げを記録した。1999年6月、有志の友人たちと共にチャリティコンサート、マイケル・ジャクソンフレンズを開催。収益金は赤十字社、ユネスコ、ネルソン・マンデラ子供基金に寄付された。 同月、デビーローと離婚。2001年3月、史上最年少でロックの殿堂入りを果たす。同年9月、マイケル・ジャクソン30周年記念ソロイヤーズを開催。ジャクソン5の再結成が行われたほか、次のアルバムの先行シングルである、u Rock My World も披露された。2001年10月、生前最後のスタジオ版となる、インビンシブルを発表。本作では、 ロドニー・ジャーキンスをはじめとした若手プロデューサーの起用で、自流に乗りつつも、自身の声を主体としたバラードの制作により、勢力が注がれた。全米1位は獲得したものの、最終的な売り上げ枚数は1000万足らずと、従来の作品に比べて伸び悩んでしまったことで、1990年代後半に始まったソニー戦争と呼ばれるマイケルとソニーとの確執が表面化するようになる。 同月、アメリカ同時多発テロの被災者支援のため、ワシントン DCRFK スタジアムでチャリティーコンサートを行う。新曲、ホワットキャンアイ、モアギブも披露され、約300万ドルの収益を集めた。2002年4月、民主党全国、このコンサートが彼が踊った最後のコンサートとなった。2003年11月、ベスト版、ナンバーワンズを発売。 先行シングルとして、ワンモアチャンスがカットされた。ラスベガスにてファンと共に逮捕時のマグショット同月、ギャビン・アルビーゾーへの性的虐待疑惑で逮捕される。1993年の訴訟とは違って、今回は刑事裁判にかけられ、マイケル・ジャクソン裁判として、全世界の注目を受けることとなる。詳細は、マイケル・ジャクソン裁判を参照2004年11月、ボックスセット。 マイケル・ジャクソン、アルティメットコレクションを発表。往年の代表曲に数々の未発表音源を織り混ぜた CD4 枚と92年のブカレスト公演の模様を映した DVD1 枚が収録された。2005年6月、裁判のすべての基礎事実に関して無罪が言い渡される。同年7月、ライブ DVD、ライブインブカレストを発売。なお、内容は、 マイケル・ジャクソン、アルティメット・コレクションに収録されたものと同じもの。2006年5月、放日。無罪判決後初めて公の場に姿を現す。MTV ジャパンのレジェンド・オブ・ミュージック・アワードを受賞した。2008年2月、企画版、スリラー25周年記念版を発売。スリラー収録曲のリミックスが収められ、エーコン、カニエ・ウェスト、ウィル・ア・ヤム。 ファーギーなどが参加した。同年8月、生前最後となるベスト版キング・オブ・ポップを発売。このアルバムはマイケルの生誕50周年を記念して企画され、インターネット上で行われた投票で、各国独自に収録曲が決められた。完全生産限定版として発売され、すべての国のバージョンにボーナストラックとしてスリラーメガミックスが収録された。 2009年3月、ロンドンにて記者会見を開き、オーニアリーナで最後のツアー、ディスイズイットを行うと発表。チケットが売り出されると4時間で50講演分が完売した。2009年6月25日、自宅にて心肺停止状態に至り死去。主治医のコンラッド・マーレーは過失致死罪の有罪判決を受けている。詳細はマイケル・ジャクソンの死を 参照2009年10月予定されていたオーニーアリーナでの公演のリハーサル映像を収めたドキュメンタリー映画マイケル・ジャクソン・ディス・イズ・イットが公開。翌年発売されたブルーレイは日本のオリコンにおいては歴代4位の売り上げを記録している。同年グーグルの検索ワードランキングで1位になった。2010年6月25日一周期であるこの日にドキュメンタリー映画 マイケル・ジャクソン・キング・オブ・ポップの素顔が公開。Google における2009年6月25日のマイケル・ジャクソンのアクセス数の推移。左の矢印はマイケル死亡が確認された14時26分、右は死亡が報道された14時44分2010年12月、4、5発のスタジオ版マイケルが発売。本作はスリラー制作段階で収録候補となっていた。 イエローマジックオーケストラのビファインドザマスクのカバーをはじめ、生前に録音された銃の未発表音源が集められた作品として注目を集めた。しかしプロモーションの時点から一部の収録曲の歌唱に関してマイケルによるものではないのではないかという疑惑がプレスや家族からかけられることとなる。ソニーは一貫してその疑惑を否定してきたものの、2018年8月にようやく モンスター、ブレイキングニュース、キープ・イ y ア・ヘッド・アップの3曲が他の歌手によって歌われたものであると正式に認めたことが報じられた。2011年1月、ドキュメンタリー映画、マイケル・ジャクソン・ライフ・オブ・アイコン思い出を集めてが公開。ホイット・ニー・ヒューストンなど、生前の友人やマネージャー、アーティストたちがマイケルとの思い出を語っている。11月、リミックス版。 イモータルが発売。シルク・ドゥ・ソレイユによる同名のトリビュートツアーのサウンドトラック版として発売された。2012年9月、バット25周年記念版が発売。2012年版リマスターの施されたオリジナル版の他、同時期に録音された未発表音源、最新リミックス及び1988年のロンドン公演の模様を収めた DVD。 ライブ・アット・エンブリーを同梱している。記念版の発売に合わせて、スパイク・リー監督によるドキュメンタリー映画、バット25も公開された。2014年5月、生前の未発表曲を集めたアルバム第2弾となる、エスケープが発売。ビルボード・ミュージック・アワードでは、スレイブ・トゥ・ザ・リズムのホログラムパフォーマンスが話題を呼んだ。8月、プレイス・ウィズ・ノー・ネームがシングルカットされ、 ショートフィルムはツイッターで先行公開された。同年11月、クイーンのコンピレーション版、クイーンフォーエバーにフレディ・マーキュリーとのデュエット曲、生命の証が収録。2019年3月3日、記事にて純資産が約5億ドルとなったと報道。4オクターブもの音域を持つと言われるマイケル・ジャクソンは、その独特な歌声で人気を博してきた。ジャクソン5時代から、 オフザウォールの頃までは、声のよく通るソウルフルな歌唱法が見られるが、スリラー以後はよりポップやロック色が強まり、年を重ねるごとに深みを増していった。彼はキャリアを通じて歌唱力を維持するための努力を欠かさなかった。2001年発表の楽曲、2 0 0 0ツ」では、デジタル処理で声を加工したのではないかと囁かれたほど、低い声で歌っていた一方で、同じアルバムに収録された、 バタフライズでは驚くほど柔らかなファルセットを披露するなど、その多彩なボーカルレンジは晩年まで健在であった。ボイスパーカッションも得意としており、曲を思いついた時には、まずそれをテープレコーダーに録音していたという。マイケルは1992年のオプラ・ウィンフリー賞にて、フルイズ・イットをボイスパーカッションのみで披露しているほか、1995年発表の タブロイドジャンキーでは曲の基本ビートとしてボイスパーカッションを導入している。ビリー・ジーンのパフォーマンスで必ず披露されるムーンウォークをはじめつま先立ち、スピン、足だける動きなどマイケル・ジャクソンのダンスはフレッド・アスターなどに強い影響を受けておりキャリアを通じて彼を象徴する代名詞となっていった。スムーズ・クリミナルの振り付けに登場する 体全体を斜め45度に傾くパフォーマンスは無重力傾斜と呼ばれ、それを行うのに必要な特殊な靴の開発において特許を取得している。パントマイマーとしても知られる。パントマイムの神様と称されるマルセル・マルソーは、マイケルは生まれながらのパントマイムアーティストだと語っていたという。1986年のキャプテン・エオ以降、マイケルの衣装は、 マイケル・ブッシュとデニス・トンプキンスが担当している。ブッシュによると、マイケルは衣装が会場の最後尾の観客にも見えるよう考慮したため、衣装の多くはラインストーンで覆われたものにしていたという。ルーズソックスにもラインストーンが散りばめられていたが、ブッシュの高度な縫製技術をもってしても、マイケルの激しいパフォーマンスには耐えられず、コンサート終盤にはラインストーンが落ちてしまう。 そのためブッシュは夜通し修復を行っていたという。ゼログラビティの特許を開発したのもブッシュである。仕掛けが成功した時、マイケルは感動の涙を流したという。詳細はマイケル・ジャクソンの作品を参照キャリアを通して音楽以外にも映画、アニメ、ゲーム、書籍など様々な作品の制作に関わっている。以下はモータウン時代と死後のものを含むソロのスタジオ版である。 ガットトゥ・ビー・ゼア・ベンのテーマミュージックミー・フォーエバー、マイケル・オフ・ザ・ウォール・スリラー・バッド・デンジャラス・ヒストリー・パストプレゼントフューチャーブック1インビンシブル・マイケルエスケープこれまでに350以上またロックなど様々な分野で電動入りを果たしている詳細はマイケル・ジャクソンの受賞記録及びマイケル・ジャクソンの電動入り記録を参照ゲーム好きとして知られる 自宅には大量のアーケードゲームを所有していた。日本メーカーのゲームは特にお気に入りで、中でも熱烈なセガのファンであったという、彼は彼自身を題材としたセガのゲーム、マイケル・ジャクソンズ・ムーン・ウォーカーで監修を務めた。スペースチャンネル5では開発者に直接出演を依頼したという。また来日した際に、ギャラクシー・ホースの大型筐体版をプレゼントされたという逸話がある。 アニメ好きでもある。戦え。超ロボット生命体トランスフォーマー、シンバビル2世、赤いコーダンジリオンの映像は、スクリームのショートフィルムで使用されている。生まれ育った実家は、家庭が貧しかったこともあり、一軒家に家族11人で住んでいた。1988年に、推定3、800万ドル、日本円1で建築した、ネバーランドランチは、敷地面積が、 約2700エーカーに及び、遊園地、動物園、ゲームセンター、マンション、レコーディングスタジオなどが併設されており、敷地内を機関車が走っている。マイケルはこの豪邸を自分のためだけに使うのではなく、病気の子供たちや貧しい子供たちを招くなどチャリティにも使っていた。しかし晩年、彼がバンクオブアメリカから2億7、0ドル以上の負債を抱えていたことにより、 ネバーランドは抵当に入ることとなる。2005年5月、ディストレス再建がバンカメから、フォートレスインベストメントグループへ売却され、2008年5月、コロニーキャピタルとマイケルの合弁会社シカモアバレエランチカンパニーに売却され、2014年8月、コロニーキャピタルによる売却が決定した。マイケルが息を引き取ったロサンゼルスホーンビーヒルズの豪邸は、 敷地面積1545坪のフランスのシャトー風の作りになっている。7つの寝室とトイレが13室、ジム、試者室、スパ設備、シーン部屋付きのワインセラーを備えているほか、ガレージには7台の車を収容することができるという。マイケルは家賃10万ドル、日本円にで子供たちと一緒に住んでいた。マイケルの死後に2千数百万ドルで売りに出され、2012年に、 買い手がついた。生前は他にも多数の豪邸を所持しており、死後5年が経った2014年現在もカリフォルニア州、エンシノの豪邸はエステートが管理を続けている。父ジョセフから少年時代に児童虐待を受けていたことを明かしている。歌とダンスのレッスンは非常に厳しく、ベルトなどあるもの何でも使って叩かれたという。その様子を見た母キャサリンはやめて、 死んじゃうわ、殺しちゃうわ、と泣き叫んでいたという。また虐待は体のみにとどまらず、デカバナなどと容姿も揶揄され続けたという。一人目の妻、リサマリーとは2年足らずで離婚している。離婚理由について、リサマリーは普通の結婚生活だった。セックスもしていた。しかし、彼がある時点で彼の血を吸い取るような人たちとドラッグか または彼らか私かを選ばなくてはいけなくなり、彼は私を遠ざけることを選んだと語っている。二人目の妻、デビーローは、セックスは全くなかったと証言している。偉人主観で生まれた子供にもネグロイド的な容姿の特徴が一部は見られるはずだが、マイケルの子は、高カソイド的な特徴ばかりが目立っている点に疑問を感じる人は少なくない。一方で、 子供に対してはプライバシーを守ることに気を使っていた。三人の子供の中でもパリスは特に父を慕っており、寝室の壁をマイケルのポスターで覆っているという。マイケルは多くの著名人との信仰で知られる。南アフリカ大統領ネルソン・マンデラとは家族のような仲だった。マイケルの不法を聞いた彼は追悼のコメントを残している。ダイアナ・ロスには 中学生時代に告白したが振られている。その時マイケルはもう一生結婚なんてしないとまで言ったが、結局は二度結婚している。失恋後も友人関係は保たれており、ダイアナはマイケルの維持の貢献人にも指名されている、とゴシップサイトは報じている。1980年代初頭までは、イギリスの音楽家であるポール・マッカートニーやフレディ・マーキュリーとの親交もあった。 アルバム、スリラーの制作に合わせ、両者とのデュエット曲の制作も行われた。女優エリザベス・テイラーとは親友であった。マイケルは活発な事前活動家としても知られていた。幼い頃から、両親の許可が降りれば、お小遣いでキャンディを大量に買い占め近所の、またホームレスの人を見ると放っておけず、車を止めポケットから、ありったけのお金を提供し、励ましていたという。 マイケルを取り巻く噂話、訴訟、論争の数は計り知れないが、中には真実と完全に相反するものや事実関係を裏付ける十分な証拠が存在しないものも多い。マイケルは少年に対する性的虐待をしたとして二度の疑惑をかけられ、それぞれ民事裁判と刑事裁判が行われたが、有罪判決を受けたことは一度もない。この一連の疑惑について、 FBI も10年以上にわたる捜査と監視を行ったが FBI はマイケルが有罪であるという証拠を一切発見できず無実だったと結論付けている詳細はマイケル・ジャクソンの1993年の性的虐待疑惑及びマイケル・ジャクソン裁判を参照2014年3月ミキ・ハワードの息子で歌手のブラントン・ハワードが DNA 型鑑定を受けた結果 99.9%の確率でマイケルの子供であると判明したという報道がなされた。ブラントンはこの件について Facebook にて自分は訴えを起こすつもりはない。お金には困っていない。DNA 検査を受けたのは事実だが、そういった目的で受けたわけではないと書いている。またブラントンが生まれた時期などからマイケルのヒット曲ビリー・ジーンは ミキ・ハワードのことを歌ったものではないかという噂もあるが、マイケル本人は生前、実在する誰のことでもないとしている。なお、ミキ・ハワードとマイケルが交際しているとの報道は過去にされていない。1990年代後半から晩年にかけて、マイケルとソニーミュージックエンタテインメントの関係は険悪だった。予算1、霊園規模で7枚のスタジオ版ベスト版を、 条件にソニーと契約していたマイケルは2001年のアルバムインビンシブルの売上不振でソニーに多額の負債を負っていたことや彼が84年に購入したビートルズの版権をソニーが抑えていたこともあってソニーを離れることができなかったことは背景として存在する二千二年七月マイケルは公の場でトミー元裏はあくまで人種差別主義者であり 彼の同僚のアーブテ定に不利益な扱いをしたと発言。それに対しソニー側はマイケルのプロ、さらに ATV 判件カタログをめぐってソニー幹部と財政相談役との争いも発生した。ソニーと対立するマイケルがソニーから離れた場合に大きな損失が発生することを踏まえたものだが、元マイケルの広報担当アンマリー・カイトによれば、 彼ら側近はマイケルから膨大な額の金を着服して陰謀を企てていたという。このことはマイケル・ジャクソン裁判でも問題になり、弁護人トーマス・メゼローはマイケルのこと。裁判の行方によってはソニー側にそのビートルズの判権の半分を売り渡すのではないかというメディアの観測もあったが、マイケル側はそれは新たな融資が組み上がったことであると否定している。 2006年4月、ソニーはマイケルの借入金2億7 0ドルに対する債務保障の見返りとして、ソニー ATV ミュージックパブリッシングの経営権とマイケルが保有する同社株の50%を2億5 0ドルで購入する権利を獲得している。また、マイケルの広報担当だったレーモン・ベインは2009年にマイケルを相手取って、 約43億円の訴訟を起こしている。詳細は、マイケル・ジャクソンの外観を参照たび重なる、整形手術や、著しい肌の色の変化は、たびたび、マスメディアを注目を集め、議論や憶測を呼んでいた。初めて整形手術を施したのは、オフ・ザ・ウォールから、スリラーの頃で、1979年に、ステージで折った鼻の大怪我を早急に治癒する目的があった。 1984年に負った頭部の大やけどで、顔面の骨格や皮膚に、後遺症が残ったことや、もともと幼い頃に、家族からデカバナといじられ、容姿にコンプレックスを抱いていたこともあって、その後も晩年に至るまで鼻と顎を中心に、整形手術を繰り返したとみられる。1988年の時点、ムーンウォークで、自身が語ったところによれば、 当時の時点で彼が施した整形手術の回数は鼻が2回、顎が1回であるという。一方で肌の色の変化は尋常性白斑という疾患に由来するもので死後の検視報告で公式に明らかにされた。この持病を初めて自身が告白した1993年のオプラウィンフリー賞で彼が語ったところによれば病気が進行し始めたのはやはりオフザウォールから。 スリラーの頃で体中の皮膚の色が半常に変化していったという90年代以降に病気は急激に進行し外出中は紫外線を断ち切るために常に大きな帽子、傘、サングラス、マスクの着用を余儀なくされていた長年彼のメイクアップを担当していたカレン・ヘイは彼も周りもずっと病気のことを隠そうとしていた最初は白い部分を 茶色のファンデーションで隠していたが、白斑が全身に広がると白くメイクする。また、やはり1984年に追った頭部の大やけども、病気の進行を早めたと言われている。マイケルがスターダムに登り詰めた1980年代、中盤から晩年に至るまで、彼の私生活や容姿は、タブロイド紙を中心にマスメディアの格好のネタにされた。 声を高くするために抗眼を摘出している。マイケルには隠し子がいるなど大きく矛盾し信憑性の低い噂話も大量に流れた。こうした噂話の広まりを助長するメディアの姿勢は一部の著名人から批判されている。2010年10月、マイケルとマイケル・ジョーダンがジャムのショートフィルムで使用した二人のサインが入りバスケットボールが競売にかけられた。 落札金額は24万5000ドル、日本円3。この他にも、マイケルがアルバム、ヒストリーのティーザー撮影に使用した、ライトストーン手袋も出品され、落札金額は18万ドル、日本円4だった。12月、パリで生前、未公開だった4枚のポートレートが競売にかけられた。これらポートレートは1999年に、 フランスの写真家アルノバニが撮影したもので、マイケルがアルバムインビンシブルのために依頼したものであったが、レコード会社の意向で採用されなかった。落札金額は古代エジプトのファラオーのようなポーズの写真が2 6六千ユーロ。日本円後、マイケルの左目の周りに青い光沢のある素材を施した写真が2 5五千ユーロ。黒いシャツで顔の下半分を覆った写真が2 2二千ユーロ。 赤いカーテンの前に立っている写真が9000ユーロだった。また同月の別のオークションでは、バッドワールドツアーで使用された、ライトストーン入りグローブと白い中折れ帽子が出品された。落札金額はグローブが33万ドル、日本円6、帽子が7万2000ドル、日本円7だった。2011年には、スリラーのミュージックビデオで着用していたジャケットが180万ドル、 日本円8で落札された。このオークションには他にも、多数、マイケルのゆかりの品々が出品され、ゴールドディスクは1万5千ドル、日本円9、80年代に、マイケルが着用していたサングラスが6万ドル、日本円10、サイン入りの黒のハットが3万3750ドル、日本円11、MTV アワードで、マイケルが受け取ったトロフィーが5万4400ドル、日本円12、 マイケルが描いた落書きが7680ドル、日本円13で落札された。2012年、ステージ衣装が一斉にオークションにかけられる。うち55着をレディ・ーガガが落札。ガガはマイケルの遺品をコレクションしており、それらを展示する博物館の建設も計画しているという。ちなみに、マイケルも生前オークションに参加しており、1999年、 長年の夢であった、風と共に去りぬのオスカー像を150万ドル、日本円14で落札した。しかし死後、行方不明になっていると、遺産管理者が公表。像の転売禁止が制定されたのは1950年以降であり、同映画の像の行方にアカデミーは関わっていない。像は管理者によって、行方が隠されているか、盗まれたのだろうと推測されている。 日本円換算編集ありがとうございます。